人生は変えられる石井隆です。今すぐに人生を変えたい、もう待てないという方はこちらの無料メールセミナー人生を変える7つの魔法に今すぐご登録ください。登録いただくと特典動画も見られるようになります。今回は60代でスイートスポットを出すのは遅いですかという話をしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。意外と多い質問がもう60代なんですけどスイートスポットを出しても意味ないんじゃないかとか、この前もね70代なのでスイートスポットを出すのは意味がないんじゃないか、私は72歳ですっていう方もいらっしゃって、でも一方で70代だからスイートスポットを出しに来ましたっていう人もいるんですよね。だから同じ70歳っていう捉え方でも自分にとってここからが人生の始まりだっていう人もいれば、もう人生終わるだけなんでって思ってる人もいるわけですよね。だから60代でももうこのまま人生終わるからスイートスポットを出しても意味がないと。なぜならこれから努力をするのに10年努力をするのは嫌だとか、このまま努力をしないで生きていきたいっていう60代の方もいらっしゃって、でもう努力をしたくないっていうんであればそれはもうねスイートスポット出さない方がいいですよ。才能がこのままで終わっていい、知らないまま終わっていいっていうのであればもうスイートスポットはもう出さない方がいい。だから結構僕がね個別相談会で相談に乗ってるっていうこともこういうことが多くて、もう僕人生終わりなんでって、終わりって60代で終わりってどうするんだと思うんですけど、60代でもう終わりなんでスイートスポットを出したら努力しなきゃいけないからもうこのまま朽ち果てていっていいですよねみたいな、なんか許可を僕に求めてくる人がいるんですけど、いやいやなんかもったいないなと。60代ってまだまだ若いし70代でも若いと思うんですよね。このね何歳だからっていう問題は、まあ、40代じゃ遅いですかっていう人もいたりもするんでね。で僕の場合は5年後10年後に超スーパー若返り薬が発見されてもおかしくないというふうにいつも思っています。そうするとね、なんかそのカプセルを飲んだら18歳になってしまうとか25歳になってしまうっていう薬が発明されるかもしれないんですよ。リライフっていう漫画があってアニメがあってすごい面白いんですけど、それはね薬を飲むと高校生になるみたいな、そういうのがあるんですよね。だからそういう薬ってね将来的にこう老化の研究って本当進んでるんで発明されてもおかしくないなっていうふうに思ってます。となると健康寿命が伸びちゃうんですよね。だから60代70代で80歳ぐらいになった時にですね、突然あなたも10代の肉体が20代の肉体がっていう風になった時にやることなくなったら本当大変だと思うんですよね。だから今のうちにスイートスポットって70代80代80代でも僕は知っといた方がいいと思うんだけど、残された人生で何をして過ごすかっていうので諦めて過ごすのか希望に満ちて過ごすのかって考えた時に、僕はね希望に満ちて過ごしたいなと思うんですけど、その人生諦めたいっていう人めちゃめちゃ多いです。僕人生諦めてもいいですかってなんか僕にね許可を求めてくる方とても多いんですけれども、僕が許可を出す問題じゃなくて自分でどうするかなので、本当にねだからこのまま朽ち果てていきたいんですっていう相談結構多いです。そういう場合は僕どうしようもないので、それはそのままね朽ち果てていく方向でいいんじゃないでしょうかと、頑張る必要ないですよ、だって頑張りたくないんですよねってっていうことになるんですけど、でも60代でも70代でも人生で一番若い日は今日なのでスイートスポットを出して自分のやりたい人生を送っていきたいなっていう人もめちゃめちゃいます。だからここで人生変えたいんだと思うかどうかですよね。人生変えたいって思ってないと、僕今でも人生変えたいですからね。48歳でも毎日毎日人生変えようと思って頑張ってるので、本当50代60代70代全然若いですよ。若いしいつか若返り薬が発見されちゃうんだから、そうした時にやることがなかったりしたら本当にね地獄。肉体だけが若くて頭が年老いてるわけですから、頭だけもうダメだっていうふうに思ってるんだからね、もうそんな最悪な人生を送りたくないので、僕はね60代でも70代にもスイートスポットを出しておくべきだなというふうに思います。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は高評価とチャンネル登録、そして良かったよというコメントもぜひお寄せください。スイートスポットを見つけたい人のための個別人生相談会始めます。わーい。スイートスポットを見つけたいと思っている人、人生このままでは終われない、一発逆転したいと思っている人、人生を変えたい人、石井と直接30分話ができるという機会を作っていますので、ぜひ忘れないうちに今すぐにお申し込みいただけたらと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。